ありましたが、こんばんは。愛知ありがとう。今っていうか今日結構やることがたくさんあって、なんか公演も今日舞さんが、初めての目撃者で、でレアちゃんもシンポジションだったりして、もう朝から結構しっかりカウントで場当たりするとこ多めで、で全部全曲つるっとこう公演前に一回通してるから、もうそうそう2回公演みたいな感じで、そう朝から今日お昼公演だったから時間なかったんだよね。だから夜公演だったらまだもうちょっとね時間ゆったりできたのかもしれないんですけど、お昼だったから2回公演だからさ時間がなくてすごいバタバタしてて、もうメイク今日本当に30分くらい本当に30分くらいで仕上げたっていう感じで、でそうそう明日もうザーちゃんが初日だから今日公演終わった後にH のみんなでもう一回頭から最後までちょっと確認するとこ確認してて、でその後明日のフェスの FOT フェスのリハだったので、今日はもう今日はなんか足じゃないみたいな、すごい悲鳴を上げていて、すごく頑張りましたね。本当に5回公演くらいした気持ちそうそう、まあ、そんな感じで今日はすごくバタバタしてた一日で、なんか頭も体ももう使えない状態なんですけど、明日はまた朝早起きしてお昼公演して、その後 FOT フェスにそのまま直行で行かなきゃいけないので明日も頑張って、でその明後日はもう明後日からしっかりもう周年に向けていろいろ、まあ新曲関連のまあね動きもありますけど、いろいろとまあバタバタなので、そう本当になんか美容室とかも行くんだけど、来週中にね行く、コンサート前に絶対行くんですけど、もう行く日が本当に行ける時が全然ないみたいな感じで、そう本当に、でネイルもちょっと伸びちゃったから行きたいんだけど時間があんまなくて本当にどうしようって感じ、うん、バタバタですね本当にね。年末にかけてどんどん忙しい、皆さん世間的にも忙しいね時期ですね。フェス明日は福岡タワーの方ですよね。ありがとう。明日来てくれる方もいるのかな、あと無料なのでぜひすごくバタバタしている日々を送ることになりそうです。ご一緒とイベント両方行くありがとうございます。皆さんちょっと温かい格好をしてきてください。高型アーム行くよありがとう。明日で今日はまあ帰っちょっと買い物して帰ってきて、でもさ
すごない？こんだけさリハとかさ今日一日さ戻りまくっても買い物しないといけない、買いたいものがあってどうしてもそれを買いに行ったっていうね。疲れてるのにまたさらに疲れ、今日はやめようかなとか思ったけどもうや今日から行こうって決めたから、そう言った。それで、あ、それで帰ってきて、あ、生誕グッズも作んないといけなくなって、そう生誕グッズのさ T シャツとさマフラータオルデザインをね、まあ、考えてたんですけど、でも赤 T シャツにしようと思ったの、そうしようと思ったんですけどちょっと悩み中今。いや赤でもいいなとは思ったけど、なんか私まあもし T シャツが赤じゃなかった場合はあのマフラータオルの方は絶対赤にどっちかは絶対赤にしたいっていう気持ちあるんだよね。赤を取り入れたいと思ってマフラータオルをまあ赤にするっていうのもありかなとは、首にかけていただけたらねいいなって思うけど、村民ティーを作りたいの今年も。でも結構シュールな感じのデザインにしたいなってちょっと思って、なんか白 T シャツになんて言うんだろう、こう村民みたいなもん、黒文字でも村民みたいなザ・村民ティーみたいなやつにしたいなみたいな気持ちはそうあるっていうね。今2年連続村民ティーかな。今年はもう縦でなんか白で普通に村民、なんかもうほんとシンプルな字体しかもで村民にしようかなっていうのも考えてて今。そうそうそう、一個前の2年前のやつが何だったかちょっと忘れちゃったんですけど、どうだったかな、何を作ったっけ私。まあでも2年前も白 T だった気がするんだよね。もしそれに似ちゃってたらやめますね。どこだったかな、黒 T に白文字で村民にしたいよね。あーこれか、これだこれだ、うん、そうだ黒に白文字だったんだよね。だから今年は白に黒文字でもいいかなって思って、でも赤がやっぱ目立つのは目立つから、まあでもそうね、か赤が赤で目立つは目立つんだけど、まあ女の子は着づらいよねちょっとうん、女の子はね着づらいよねっていうのもあるよ正直ね。そうまあでも女の子着ないか、あ言うて着ないかとか着てくれる子もいるけどたまにね。まあそもそもなんか可愛いお洋服着てる子多いもんね。となってくるとあんまりそこ考慮しなくていいのか実際問題。じゃあ赤 T でいっか。いや普段使い
と、のと目立つ T シャツ、目立ちたい、目立たせるっていう2つの両立は無理なのよね、やっぱり絶対に普段使いさせるんだったらあんまりね目立つのはできないから、うん、まあどちらかというと目立った方がいいかなとは。そっか、まあ女の子仕事でたまに来てるよ、まあつわものつわものいた、つわものいたな。で白地に赤文字もいいかなって思ったけど、なんか怖いよねちょっとなんか怖いなって思っちゃったんだけど、なんだか怖いなっていう。赤文字ってなんか怖いよな。クイショーさんありがとう。水色 T だ、文字赤は、あーはいはいはい、なるほどね、水色 T、 そっちの色どうなんだろう、水色、それは確かに水色 T ね。まあでもうん、まあ赤Tなのかな、あんまり同期と被るとあれだしな、ちょっと私も水色は好きよ、水色は好きなんですけど、それだったら白 T がいいかなって感じでもある。まあペンライトはね、今日から水色と赤になりまして、振ってくださってる方がいて本当にまだ見慣れなかったんですけれども、まあそれはそれでいいとして、生誕 T はねやっぱ目立つよ。赤ですかね、まあ、そうね赤かな、じゃあ赤だね。まあまあまあちょっと何個か候補っていうか作ったんで、それでまあ赤 T シャツ用の村民 T もまあ作ってはいるんで、それをまあ提出しようかなっていう感じです。まあね、女の子着れないなっていう心配はまあいらないか、女の子のこと考えてないってわけじゃ、考えてないわけじゃないんだけどね。まあ村民を見つけやすいっていうのはありますね。確かに赤にしよう、じゃあもう赤を貫いていくか。村民 T はまあまだちょっと続けようかなって思ってます、正直まだね。村民拡大させていきたいので、村を、では村民増えてほしいっていう気持ちもあるから、まだちょっと自分のデザインっていうよりか村民 T を優先していこうかなって思ってますね。かわいいね、応援してます、しめんです。本当ですか、ありがとう。あ、明日で1600だ、やばい、嬉しいかもしれないこれは、マジか、明日1600だって。じゃあちょっと背景変わるんじゃない、記念のあれになるんじゃない。村拡大キャンペーンはまだちょっと引き続き実行していくかなっていう気持ちです。ちょっと待ってね、好みじゃないんか、
まあ好みじゃないわけではないけど、その自分はもともと3年前とかまではずっと自分が可愛いと思ったデザインを描いてきたわけよ。そう、もうでも可愛さゼロです正直可愛さゼロでも着てる人は可愛いなって思う。着てる、これ着てくれてる村民は可愛いって思うから、そこで可愛さを、可愛さ欲を満たしてますね私は。なんか本当は可愛いやつ作りたいよ私だって。作ったらええやんって思うかもしれないんですけど、まあでも目立つやつやっぱ見つけやすいのを重視したいっていう気持ちもあるし、村民ってこう名乗ってくれる人が増えたらね嬉しいから、そっちを優先してるって感じで、いずれはまた自作のデザイン T シャツはね作りたいとは思っておりますね。そうそうそう、まあだからいやいやね村民 T にしてるわけじゃないのよ。そういう意図があって村民 T にはしてますね。広告塔っていう、まあまあそういうことではあるのかな。うん、まあなんかそれを 目印にもなるし、なんか団体集団な感じがしてすごい好きなので、私はそう生誕っていうと別に作れたらいいね。いや買ってくれる人があんまいなさそうだよね、そんな自作の生誕 T でもないオリジナル T をね買わないよね。まあでもちょいひねりして、まあ可愛いポイントは一つだけ加えたいと思いますふふふ自分的にね、まあ本当に、うん、今ちょっといいの思いついたから大丈夫です、いけると思います。タオルで村民ダメダメダメよダメよダメダメ、いやタオルじゃねえ村民で見えないんだよ多分。そう T シャツに着させたいのよみんなに。村民ってファンネームのこと？そうです、私のファンの皆さんは村民と呼ばせていただいてます。そうです、名称ファンネーム、エレキテル連合なんかそればっかり言ってた時期あったな。ダメよダメダメ、韓国語で村民って言ったらもうそうね、韓国じゃないカタカナで村民って言ったらもうそれは韓国っぽい。村民です、私のイントネーション。村民ね、まあそんな感じで、同じ色とロゴだと売れ行き伸びないかもよ。まあ今年は縦にします小さな違いかも、今年は縦にするし、まあ今年から私のことを見つけてくださった方もいるので、まあ、結局プラマイゼロじゃないかな、マイナスになることはないと思ってるよ。
だって去年買ってくれた方も買ってくれるでしょ、もちろん。うん、買ってくんなきゃダメだよ。まあ買える方は、うん、縦にするっていうことなので、私そう、売れ行きはもう気にしない。ファンの方が来てくれるかっていう話だから、来てほしいっていう、ファンの方に来てほしいっていうことです。買う人が増えるね。そうよ、3枚くらい買うかも。そうね、夏とかも着るっしょ、夏とかも着るっしょ。3枚くらい確かに必要かも。あとね、誰かしらね、わ買いたい、今買いたいみたいな人いるのよ。でももう売ってないんですねみたいな人もいるんだよね。そういう方に一応なんか買っといてあげますみたいな人も去年いたんで。推しまだ8ヶ月、そんなさように思えないだけども、すごいよやっぱり。本当に関係ないんだと思うよ、その日数というか。なんかどれだけ行動するかによってやっぱ時間、思い出は作れると思いますね。そう、ショップがあるわけないじゃないからさ。そうなんですよね、それがね大変なんだよ。そう、買えるってわけでもないもん。そう、いや楽しみだ。新しくソンミンティを着てくれる方もいるかもしれないし、すごい楽しみです。見たいんだよね、着てる姿を見る楽しみでもある、ファンの皆さん。全身全霊全力で応援してる。応援する気持ちがやっぱり大事かなって思います。全然会いに来なくて、なんて言うんだろう、フラフラ、なんて言うんだろう、まあ、本当に、まあ、フラフラしてたとしても私にオンラインとか握手会とかで会いに来てくれたら、まあ好きやんそれは。なんだかんだ好きやんってなるんだけど、その本当にフラフラしてて会いにもう来ないのに、いや愛知のことはもう昔から見てたよみたいな言う人より、こう歴は浅くても愛理のグッズ買ってくださったり、まあちゃんと SNS を見てくれてたり、メール取ってくれてね、あの会いに来てくれたりっていう、そこの行動をしてくれてる方の方がやっぱり信頼はできるし、その分なんか絆は深いだと思うんですよね。そうだから、できっていうことではないと思ってるよ私は。
まあね、皆さんフラフラしてるのってもうバレますから、だからこっちはね、そう、わかるのよ。わかるんですよ。だし、ちゃんと私とこう向き合ってくださってるっていうのも逆に言うとわかる。そういうのも非常に浅いです。まあ誰でもね、浅い時期は経験して、積もれば塵も積もれば山となる。そういうのはさ、やっぱりすぐにさ子さんになれるわけでもないじゃないですか。子さんになれるっていうか、なんて言うんだろう、すぐにその分を、その時間を手に入れることはできないから、焦らないでいいというか、焦らなくていいし、それを引け目としてこう捉えなくていいって思いますね。バレますよ。はい、バレます、バレます。前回より多く CD ポチってた、ありがとう。皆さんがね、とそう、そういうしっかりと応援するしてくださってる気持ちも伝わってるので、うん、ことでもう提出しなきゃな、もう早く。心臓に突き刺さった。嘘、そんな突き刺さった？はあ、明日も朝早いね。頑張ろう、明日も一日。でもとにかく、おとちゃんのオンラインでバレましたけど、本当に面白い。本当に面白い。小田さんの、小田さんのファンの方だもんね。小田さんのファンの方で、その前に MC で言ったけど、私が、あいち不具合来てるから対応お願いしますみたいな感じで入ったら、つけたらさ、え？みたいな、なんで？みたいな感じになって、何がですか？みたいなって、まさかの小田さんのファンの方で、いやいや、あいちじゃないよっていう感じでね。すごい出会いよ、そういうのも。それも出会いだからね、すごい出会いだと思うよ。うん、本当にそれもすごい出会いだと思う。一つの出会い方っていうかね、見つけ方とかもさ、人それぞれ違ったりするじゃないですか。私のことを見つけてくださった時期とかタイミングも違うっていうのは、もう一人一人の一つ一つの物語が違うわけだからね。一人一人と私は結構向き合ってる、向き合いたいっていう気持ちではありますけど、そう、本当に面白い。何がある起こるかわからないよね、やっぱり。うん、これからもそうだよ。これから先も私とのこういう思い出を作っていく中で、いろいろな面白い出来事がねあるのかもしんない。でもそういうのってやっぱり思い出した時に、懐かしいねとか、そんなことあったねっていう語り合えるのが楽しみでもあるんだよね。そんな出来事もあったよねって、それはやっぱりちょっとやね、そっとのなんか
そんな少しの思い出だけじゃね、少しの時間だけじゃできないものではあるから、こういう時期もあったねっていうのをこれからもっともっとね作っていきたい。いつかそういう話も したいっていうのが、こんな感じです。ってことで、まあちょっと生誕ティーはちょっと提出しようかな。これはどうだろう、いけてるかな、大丈夫か、いけるか。まあなんか良さそう、いいグッズになりそうです今年も。うん、オッケー。それスプリンなんですよ。でもまあコンサートがあるんで、コンサート前に行くので、あと少しの辛抱。最近はねちょっとプリンもね、なんかちょっとおしゃれで取り入れてる人もいるんだよね。そう、まあ私は美容室行くけどさ、行くけど、こういうめっちゃハイトーンの人は逆になんかここが黒くする人もいるみたいですね。まあそうね、私は頑張っていきます。でもマジでギリギリ、もうほんといける時がなくて、ほんとバタバタで、そうスケジュール的にやばいですね。そう結構ね伸びてる、まあ、生きてる証です。これは私が生きてる証、今のままでよくない、普通に全然まだこれ可愛い方ではあるよね。もっとここら辺まで来てる人もいるし、そうまあ一応行くけどさ、はい、じゃあヒロさんありがとう。じゃあ終わります、30分になるから終わりたいと思います。ではランキング読みます。13位高野、12位カーピンさん、11位チロシさん、10位国翔さん、9位 FR さん、8位 MK さん、7位クロちゃん、6位 MJ さん、5位ハマさん、4位フォクピグさん、3位タータンさん、2位ズッキーさん、1位ダイちゃーん。ありがとうございます。ゲンさん、アイちゃん、ありがとう。明日はフェスが福岡タワーの方で4時半くらいの出番でしたっけ。そう、無料なので来れる方福岡タワーのとこで待ってます。いつ見ても可愛いです。あ、ありがとう。おやすみみんな、ありがとうね。4時40分くらいです。ぜひ来れる方待ってます。ではバイバーイ。